銀ショップ背後にオールドトムのオーダルがあるオールドトム人、別名トム人、オールドトムは18世紀のイングランドで人気が高かった人の一つ。現代では廃れており貴重なものとなっているが、いわゆるクラフトカクテルの動きの中で再評価が進んでいる。ロンドンドライよりも若干甘く、オランダのユネーフェルよりも若干辛いため、ミッシングリンクと称されることもある。 18世紀前半に起きた狂気の人時代と言われる状況を受け、イギリス政府は、人の流通を食い止めようと、人の製造が難しくなるほどの高い課税と厳しい免許制度を課したが、これは、結局のところ、シーンの地下化、人の密造を引き起こすこととなった。オールドトム人という故障は、通説では18世紀のロンドンで、人の密売を行った。 キャプテンダドリー・ブラッド・ストリートの店舗にかけられた黒猫の木製看板に由来すると言われる。猫の前足の看板の下には金銭を中に入れる隙間と円管が設けられていた。この管からパブの中にいるバーテンダーが注いだ一ショットの陣が流れてくるようになっていた。ブラッド・ストリートの店はスピークイージーの走りとも言われ、追従するモグリの密売所が続々と現れた。 狂気のジン時代が終結し、1760年に上流が解禁されるとジンは再び大衆の人気を集め、イングランドではオールドトムの故障はジンの代名詞として定着していた。当時のジンは粗悪な味をごまかすために砂糖で加えられていたが、19世紀に連続式上流の技術が開発され、ジンの品質が向上した後も大衆の思考に従って加糖された。 ジンパレスが交流した19世紀半ば以降、大衆の思考は、モルト感のあるオールドトムジンから、透明で雑味がなく甘くない、ロンドンドライジンへと徐々に変化していった。1850年に、イギリスからアメリカへのジンの輸出が解禁されると、サルーンなどの酒場で、オランダジンに代わって、オールドトムジンが提供され、多くのトムジンベースのカクテルレシピが生まれた。しかし、 ドライマティーニの流行によって、オールドトムジンはアメリカでも19世紀末には時代遅れの酒とみなされるようになった。かつてオールドトムジンは世界中の様々な蒸留酒蒸留酒メーカーがライセンスを出して製造されていたが、近年ではヘイマンズ蒸留所が18世紀当時のレシピに基づく製品を復元して販売している。以降、ボース、S、シークレットトレジャーズ。 ザリバティディスティラリー、タンカレー、ジェンセンズ、マスター・オブ・モルト、ザ・ドーチェスターなど、数多くの競争相手の企業がその後を追った。ジャマイカの J ・レイアンドネフューが製造している、オールド・トムジンは、現地では、非常に人気が高く、ラム酒の一種とされている。オールド・トムジンについて書き残された最古の記録は、1891年の、本、ザ・フローイング・ボール。 ウェイホワットードリンクの中でカクテルのトム・コリンズの作り方の説明に用いられたものであった。他にジェリー・トーマスのカクテルブック1887年版ではマルティネスやパイナップルジュレップなどにオールドトムジンが選択されている。ありがとうございます。